平岡陽子、平岡陽子、平岡陽子、1937年、昭和12年2月13日から1995年、平成7年7月31日は、三島幸雄の妻、杉山康氏の娘、専業主婦として側面から、三島の分泌活動を支え、未亡人となってからは、夫の書士の編集や、遺作の整理、保存、著作権保護に尽力し、 経団連襲撃事件の際には犯人の元立ての会会員の説得に当たった。なお、陽子と新婚旅行中の三頭が宿泊先の箱根の藤屋ホテルの便線で、私の妻陽子は21歳の大学生です。彼女はとても可愛くて、良い子、リアリーキュートスイートですと、アメリカの出版社、英訳、仮面の告白観光の社長宛てに、 近況報告していた手紙が、2015年、平成27年に発見された。1937年、昭和12年2月13日、日本画家の父、杉山康と母、元子の間に長女として誕生。その後、妹一人と弟二人ができ、四人指定の一番上として育った。幼い頃より、脳に親しんだ。よ子の通う。 日本女子大学付属という明小学校には一、学年下に村松栄子がいて顔見知りであった。栄子の兄、村松剛は小学校四年の妹の学芸会を見学した際、五年生の演劇でご小小の役を演じる小柄でもよ放ちの、はっきりした可憐な少女に目が行き、その子の名前を栄子に尋ねると、ああ、あの方は杉山陽子さんよと教えられた。 1957年、昭和32年の夏にも、村松は妹、英子と軽井沢の喫茶店に入った時に、偶然陽子を見かけた。1958年、昭和33年3月23日、日本女子大学英文化2年生の時、陽子の良縁を探していたおばの小松静子夫人、夫は、元伯爵の小松明道と親しい間柄の湯浅、厚子が、 陽子の写真を友人の三島幸夫に見せた。その見合い写真は秋山翔太郎の港区麻布今井町、現、六本木のスタジオで秋山の弟子が撮影したものであった。陽子が三島好みの丸顔で可愛らしい顔だったため OK を出し、会うこととなった。4月13日、湯浅は陽子を連れて銀座のドイツ料理店、ケテルで三頭と引き合わせ、その後三人で 浜作で夕食をとった後、青山のナイトクラブに踊りに行った。三島は、陽子と踊っているとき、陽子が遊びずれしていないことがわかり、翌日十四日、なかなかよろしいではないかと気に入った胸を湯浅に報告した。陽子の感想の方も、どうにかなってしまいそうでしたと、嬉しそうな声であったという。四月二十一日にも、湯浅同伴で三頭と陽子は再び会い、 第一生命ホールで映画、女優志願の試写会を見て、西新橋田村町のジョージスで夕食後、青山のナイトクラブに行った。4月30日には、湯浅と小松夫人が、目黒区緑ヶ丘、現、緑ヶ丘一丁目の三棟の家を訪問し下た話をまとめ、5月3日に、平岡家と杉山家の両家での懇談を持った。5月5日、三島の父、 平岡和久は、杉山夫妻と、陽子、小松夫人と湯浅を中華料理店に招待し、正式に陽子と三島の婚約の運びとなった。この時、三島の母、静江は病気入院中で欠席しており、5月1日の手術で癌ではないことが判明していた。陽子は大学を2年で中退して、主婦業に専念することとなった。ジョン・レイスンは、 同性愛者の三頭はもともと結婚を考えていなかったと推察し、甲状腺がん、手術の後に誤診であることが判明と診断された母を安心させるために取り急ぎ、陽子と結婚したと言っているが、実際には母親の病気発覚以前から三島が結婚を考えたことは様々な資料から明らかで、1957年、昭和32年には、後に皇后となる。 独身時代の正田道子、日清製粉の社長令嬢歌舞伎座で隣り合わせになる、形で待ち合わせ、銀座六丁目の小料理屋、井上の二階で食事を兼ねたお見合いをしている。さらに1954年、昭和29年8月から約3年半、三島と交際していた豊田貞子、結婚後の名は、後藤貞子という結婚寸前の女性もいた。また1952年、 昭和27年に遡ると、川端康成の幼女、黒田雅子との結婚を、秀子夫人に切り出して断られた子もあった。5月9日、平岡、杉山良家は結納を取り交わした。平岡家からは、ダイヤモンドの指輪が陽子に送られ、杉山家からは、夏服した手剣付き布地一着分が三等に、送られた。三島が結婚するという驚きのニュースはすぐに分断に、 広がり、石原慎太郎は、三島さんが見合い結婚なんて考えられない。人の知らない間に、どこかで素晴らしいお嬢さんをちゃんと射止めていいんじゃないかな。見合い結婚というのも一つの演出と思われるほどだと、祝福した。三島の所属する、蜂の機械の面々も、まるで、スキャンダル並みだね、複雑ねあり、結構でしょう。そろそろ年貢の収め時だ、大岡翔平。 あれも人の子嫁迎え、中村光を、畜生、また物入りだな、吉田健一と週刊誌の取材にコメントした。三島は、結婚相手の条件を、三島幸夫ではなくて、平岡君武,武と結婚したい女性を望む胸と共に、以下のように語っていた。また、家庭の事情も重んじたとし、その意味で、芸術家の娘を選んだことはよかつたと思うと述べ、 三十三にもなって二十一の可愛い女房を迎えたのだから嬉しいと喜びを語った。五月二十日、陽子は三島と共に秋山千恵子の取材を銀座のケテルで受けた後、和光に赴き、三島が注文していたエンゲージリングを受け取った。六月一日の日曜日、陽子と三島は港区元赤坂の明治記念館で結婚式を挙げ、 神秘用な顔つきで三三九度の杯をあげた。披露宴は午後4時から麻布三河大町、現、六本木の国際文化会館にて、カクテルパーティー式で開かれた、平岡成熟インテットが、魅惑のワルツを演奏する中、新郎新婦が入場した。タキシード姿の三頭の横で、陽子は純白のウェディングドレスに身を包み、カトレアと白バラの花束を胸に抱えていた。 売借人は、川端康成で、司会は、ベランメイク長の外人タレント、ロイ・ジェームス、後にユアス、湯浅厚子の夫となるが務めた。川端は、新郎はすでに一家を成している人でありますから、私の方でよろしくお願いしたいくらいで、皆様によろしくとは申しませんが、新婦はまだ21歳。くれぐれもよろしくお願いいたします。中力世界的作家。 三島幸雄氏の売借をすることにより、私の名はまたもや世界的に広まることでありましょうと、ユーモアを交えて挨拶した。三島は、招待客の間を、かわいいだろう、かわいいでしょうと、自慢げに、陽子を紹介しながら巡り歩いていたという。披露宴はいくつかに分かれて行われ、椿山荘でのパーティーでは、芸能人などが大勢駆けつけていた。新婚旅行は、 披露宴後の午後5時51分の東京発熱海域の湘南電車で出発し、小田原駅から車で箱根宮の下の藤屋ホテルに到着。菊の間に散泊した。6月3日は箱根ホテルの庭からモーターボートで足の湖を一巡りした後、夕方、藤屋ホテル前の版画屋で買った海外を小説家と仮面の告白英訳出版社のの編集のロバート。 マクリガー宛に、三島が千便で送った。六月四日は、箱根を立ち、熱海菊も各に宿泊した。ちなみに、冒頭部で説明した、三島の手紙の日付は六月四日となっている。六月五日、展望車、鳩で京都に向い、とホテルに四泊。七日には、大英京都撮影所で、映画、炎上の撮影風景を見学した。九日からは、ホテル、 大阪フランド、現、リーガロイヤルホテルに2泊。10日は修学旅行で、大阪に来ていた妹とその学友を交えホテルで、夕食をとった。11日の夕方に、天保山三橋から、ルリマルに乗船して、別府に向い、12日の午前11時に到着した後、高崎山などを見学して次の医旅館に宿泊した。6月13日は地獄巡りなどをした後、 別府市鉄林村で映画美徳のよろめきを見た。十四日の午後、温泉列車、湯の下で別府を立ち、博多に到着して、日活国際ホテルに宿泊。十五日の午後、板付空港から日航機で立ち、羽田空港で停枚、夫の弟、平岡和幸の出迎えを受け、目黒区の三島の家の帰宅し家族ともどもで、祝いの夕食となった。 1959年、昭和34年5月10日に、大田区まごめ東1丁目1333番地、現、南まごめ4丁目32の8の新築の家へ、転居した。同じ敷地内の離れには、夫の両親、首と静江も居住。6月2日に長女が誕生した。午後7時頃、三島が新生自室のガラス越しに我が子を見る。で、長女は、 のりこと命名された。十六日夕方、陽子は赤ん坊を抱いて病院から帰宅した。1960年、昭和三十五年五月二十三日には、東京西方に空飛ぶ円盤が現れるという情報を、同じ日本空飛ぶ円盤研究会会員の北村小松から得た三島と一緒に自宅屋上で観測を続け UFO を目撃した。 出没予測時刻の朝5時を過ぎても何も起こらないので、25分頃に、三島が降りようとすると、北の方から黒い雲が出てきた。よう子は、おやおや異変が現れたわ。円盤が出るかもしれなくってよ、と三島を引き止めた。やがて雲が、正方に伸びて行き、カプセルに似た形の葉巻型の UFO が現れた。同年11月1日からは、夫と二人で、海外旅行に出発。 中村光雄や船橋聖一らに見送られ、羽田空港からハーイに向い、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨークなどを訪れ、12月2日からは、ポルトガル、スペインを経て、フランスへ行った。20日頃からロンドンに滞在し、その後ドイツに移動して年末まで滞在した。1961年、昭和36年の新年をローマで迎え、1月2日はボローニャ、 三日と四日はベニス、五日はミラノに宿泊。六日からはローマに四泊し、十日からはアテネ、カイロに宿泊。十五日から香港に五泊し、タイガーバーアームガーデンなどを見学して、二十日に羽田空港に帰着した。1962年、昭和三十七年五月二日には、長男、イーチローを出産した。陽子は、三島と仲むつまじく、 この年から毎年昭和40年まで自宅でクリスマスパーティーを催し手料理で招待客をもてなして西洋風の女主人の役を務めた外出の際には車の運転をしないペーパードライバーの三等のために運転手の役もこなした1964年昭和39年8月には家族4人で2週間ほど 静岡県下田市の下田東急ホテルに滞在し、この年以降、毎年8月は、下田で過ごすことが、一家の恒例行事となった。1965年、昭和40年夏頃、車の運転の得意な陽子は、スポーツカーレースの参加を希望したものの、三島の許可が得られず断念したこともあったとされる。なお、三島の母、静江によると、よ子は、三島の飼い猫、 チルに嫉妬し、書斎にやってくるチルに、三島が煮干しをあげて、可愛がるのさえも嫌がったという。同年9月5日から三島に同伴して、再び海外旅行に出発。ニューヨークなどに滞在した後、22日からヨーロッパ、ストックホルム、パリ、ハンブルクを巡った。10月12日からは、東南アジア、バンコク、カンボジアをめぐり。 見学不可の太陽国のバラグーを取材する三党を手助けし31日に帰国した。1967年昭和42年4月29日には車に寿司や生菓子など手土産を積んで三島が単身で体験入隊中の陸上自衛隊富士学校を訪問し訓練に勤しむ三党を知った激励した。同年九月十六日から十月四日までは 三島に同伴して、インドへ行った。三島はその後も引き続きイ王国、ラオスへ出発。1968年、昭和43年12月には、三島が結成した盾の会の遊撃戦の講義。講師は、山本俊正の場として、おば、小松静子が経営していた、品川の時和県のビルの一室を提供した。1969年、 昭和44年3月10日には、三島が盾の会候補生を引率して、第3回の自衛隊体験入隊中の富士学校、滝ヶ原駐屯地を、日本 ATG の藤井金四郎と共に訪れた。陽子は自宅にたびたびやってくる盾の会会員の若者らを、ねえお肌の口調で取り仕切っていた。1970年、昭和45年7月、セギュールプジンの ちっちゃな淑女たちの代名で松原綾子と協約し、小学館から刊行した序文及び薬文監修は三島が担当。この本は小学館児童文学賞を受賞した。同年11月25日に三島が割腹自殺した詳細は三島事件を参照。当日の朝、三島がひげそりをしている頃、よ子は二人の子供を学校へ車で送るために家を。 出た。その後、乗馬の練習に、馬事公園に向かう途中、要件を思い出したよう子は家に電話を入れて、家政婦に、それを告げた。家政婦が受話器を置こうとすると、珍しく三頭がそれを素早く横取りし、よう子から直接内容を聞き、ああ、そうかと電話を置いた。それが、夫との最後の会話となった。三島事件で怪我をした、自衛官らを見舞うなど、 自語処置に追われる中、洋子は1971年、昭和46年に、三島洋子を名義で、夫の遺作、法上の海の第四巻、天神護水、1971年のカバー画を描い、他、1972年、昭和47年1月刊行）の、帝本、三島幸雄書士、島崎広史との共編『バラ十字社の完成に向けて尽力するなど、三島の蔵書や、 以降の保存整理に心を砕いた。三島が演出し、自身の死後に上演予定していた戯曲、サロメ、オスカーワイルド原作を三島事件でパニックになった劇団ロマン劇場の代表演出家、松浦武雄が上演中止すると宣言したが、洋子が上演をお願いと電話を入れたことにより、無事予定通りに木の国屋ホールで上演された。 1971年、昭和46年2月28日、西日暮里の神道形態協会で行われた盾の会解散式に出席。杉山家は神道と関係が深く、神道形態協会は杉山家と縁があり、解散式の場所となった。元盾の会会員、伊藤義雄によると、洋子は神道に関する造形が深かったという。三島が生前に、 盾の会の班長らに渡し、皇居の最年間に預けられていた日本刀を、陽子は、各班長に形見として渡した。同年3月23日から、東京地方裁判所で始まった、盾の会事件の後半、全18回には、衆都の平岡あずさ、遺言執行人の斉藤直一弁護士と共に、傍聴した。7月7日には、 第七回後半で保釈になった小川雅義、小川正宏、小川宏康を出迎えに小菅の東京高知所に行き、彼らを自宅に招いて食事会をした。三島の命日十一月二十五日には、毎年何人かの親しい知人、編集者の江本昌司、川島正る、記者の伊達総括、演出家の小田光二などを自宅に招いて夕食会を開いた。 客にもてなす料理は洋子がすべて手作りし、食器や手記の中には、父、杉山康氏の絵付けのものもあり、すべて洋子の釜の作品であったという。三島の遺志では、三島邸は三島記念館にし、家族は別の場所に家を建てて住むことが希望されていた。その意向に沿うことはできなかったが、洋子は三島邸を夫が、 在世当時のままの状態で居することに努力した。しかしお料理の息苦しさから逃れるため、三島邸とは別に小さなマンションを都内に求め、染付の絵を描いたり、金属ビーズのハンドバッグを折ったりといった仕事で、心を、踏んせた。千代田区三番町の霞友会館では、毎年それらの作品を展示していた。1976年。 昭和51年4月中旬からアメリカ旅行に出発した陽子はニューヨークシティオペラで上演のオペラ外箱町を鑑賞し三島の小説午後の栄光が映画化した作品 t ィ a i l ー》、《r w フェルフロムグレースウィズザシーのプレミアショーに出席した。同年7月5日にはその映画の日比谷美雪座での日本史社会にしずえと出席。 帝国ホテルでの映画館制記念パーティーで、陽子は日本語と英語で挨拶をした。この年の12月16日に、衆と平岡梓が死去した。1977年、昭和52年3月3日、元立の会会員、伊藤義夫と西尾俊一も加わった、経団連襲撃事件に際して、経団連会館に立てこもった彼らの説得に当たった。ヨ子は、 夜中の0時頃に、現場の会長室に電話を入れ、あんた、伊藤さんでしょ。何やってんのよ。もう、いい加減に出てきなさいと叱りつけ、切られても再度電話し、今から私が迎えに行くからね。ドア、開けてよと告げた後に、直談判に向かった。洋子はすでに会館を訪れていて、会長室の下の機材端から電話をかけていたため、すぐに部屋にやってきた。九州にあった。 伊藤らは、強い要求にドアを開けてしまい、洋子の気迫に押されて、投稿となった。平岡梓の没後、静江は、亡き娘、三子の同級生で日頃から、娘のように親しくしていた、女性、荒井三子の紹介で、1981年、昭和56年正月から、世田谷区城、洋画山丁目19-8の高級老人ホーム、紛失拒否らへ入居した。 一説には、洋子が静江に対し、敷地内の和風屋敷から立ち抜くことを強く求め、虎ノ門病院分院から退院した静江が、次男、和幸の緑店で入居したとも言われている。1985年、昭和60年1月に発表された雑誌インタビューで、洋子は、三島亡き後の14年間の生活を語った。1987年、 昭和62年9月1日に、三島幸男賞が創設され、陽子は受賞式パーティーに毎年出席した。同年10月21日、静江が心不全のため虎の門病院で死去した。1988年、昭和63年9月9日、東京都中央区銀座パチョウメゴの24のエートスタービル1階に、宝飾店アウローラを、 長男のイ,イチロンが回転した。1990年、平成2年9月24日に、長女のノリコが結婚。1993年、平成5年10月20日には、実家の父、杉山康氏が死去した。1995年、平成7年、陽子は初夏頃から、配信禁症が悪化し、シンガポール、外交官の夫の駐在先から帰国していた。 長女、のり子の看病を自邸にて受けていたが、様態が急変したため、東京女子医科大学病院に入院し、7月31日、急性心不全で死去した。様態が急変した時に、のり子が救急車を呼ぼうとしたが、妖子は、近所に迷惑だから、たけしちゃんに連れて行ってもらいたいと頼んだという。それ以前のある時期に、全息の発作に悩まされ、庭に出て、 人よを明かすこともあったが、台湾の新旧市に見てもらって回復したといい、同じく、ズラ持ちの知人、川島勝、る、講談社の編集者にも勘ていたこともあった。また陽子は川島に、今度メタルビーズを使って面白い本を作ってみない塗装定の仕事に意欲を見せていたが、不法の年には、ビーズ作品展も、三島幸男賞受賞式にも欠席していた。 国別式は8月2日に自宅で営まれ、葬儀委員長は中央公論者の島中法事が務めた。三島の名誉や著作権の保護において断固たる対応をとって話題となった。ただし一部の書籍に関してはようこし後に出版されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。